はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、幸運の親様やっていこうと思います。ということで行ってみましょう。行け。さて、ミルク取りますか。猫に飲ませていきましょう。亀、信者、ギャンブラー。ちょっと信者狙ってみようかな、今回は。カラス、犬、ギャンブラー。信者と犬、じゃれ合ってもらいましょうか。これで、信者はコイン出さないけど、犬のコイン増やしてくれれば OK だよと。で、蜂で花と蜂も、睨んでいく。今んとこいろいろ手広く広げてますが、これフーリガン取りますか。ジャックオーランタンかクマのマックスエルから迷うけど、ジャックオーランタンの方が、発動はさせやすいかな。幼児が来てくれればといったところ、骨壺を取る。フーリガンが即割って、スピリット出ましたね。バブル取りましょう。バブルは、勝手に消えてくれるからね。犬かに猫、犬増やしましょうか。オッケー。信者も活躍してる。一応ね、ゼロコインの存在ではあるんだけど、ウサギいいね。こんなに序盤でウサギが引けるのは結構運がいいような気がするな。ただ、ジャックオーランタンと全然絡んでないので、6スピン後に100、イカ様カプセルかな。ウサギとカメ取りましょう。そして、ビリヤードボールゲット。信者と犬が絡んでいく。狼か。狼の食い売り取れればでかいから狼取るか。狼だらけになる可能性もあるけど、そうするとね、月とも絡みがあるので、一旦電球取る。パールを光らせて退場してもらいましょうと。エッセンスカプセル、ジャックオーランタンあるからピニャータ取っときたいような気もするが、それで幼児が来なかったらなんか微妙な感じになるんだよな。でもピニャータ取るか。これで、先取りピニャータで幼児を待つ。信者今取るべきだった。なんかバブル取っちゃった。ちょっと、とっさにこういうミスが出ますね。これは一旦スキップかな。まだ隙間はある、隙間もうないや。100払って、6スピン後に150ですね。ウサギおかわりはでかい。付近も一応取っておこうか。付近でパールの出すコインが上がるのと、電球で光らせて、信者一応取りましょうか。さっきの取り逃さなければ信者3体目だったんだけど、まだ1体目ですね。これは、ちょっとスキップ。バブルもね、もう溢れてるから、取るのやめておきましょう。ココナッツ、骨壺、ハート、フーリガンいるから骨壺だけ取りましょうか。スピリットはね、コイン出した後、いずれ消えてくれるので、8番2匹目取ろうか。そして骨壺即割る、スピリット出る、オッケー。除去カプセル1個取りましょう。これで、ちょっとね、シンボル溢れちゃったやつ、後で消せますよと言ったところ、150払って、7スピン後に225。ちょっと迷うぞ、これ。ボイドパーティーかな。ボイドパーティーと泥棒取る、ピンクペッパー取る、これでいこう。さてさて。一応ケミカル取る。そして、泥棒取ったはいいが、賞金稼ぎは取ってないのか、今回。ついね、取ってしまったものの、泥棒をね、倒す者がいないから、ちょっとそこは気をつけないとね。信者取りましょう。3人目。OK。電球もあと1回で消滅しますね。ビール8猿か。ちょっと蜂も足さないかな、これは。信者が3体盤面に出て欲しかったが、2体しか出ない。信者おかわり。これでかいね。ちょっとなんか消しましょうか。コイン消す。コイン消す、チェリー消す。オッケー。これで信者がしっかり4体盤面に出る。いいぞ、いいぞ。鍵石鹸8。これもスキップ。信者が4体盤面に出る。ビール交付ギャンブラー。これもスキップ。とりあえず、盤面スリムにして、なるべくね、信者が外に出るようにしておきましょう。で、225払って、7スピン後に300。これもね、うさぎ増えたら嬉しいか。ちょっと一回だけ引き直してみよう。一回だけで微妙だからやめとく。スキップ。
一応金髪の少女撮るけどまだ割らないという形にしましょうか。蜂蜜とかが出てきたら金髪の少女割ってクマに食わせるみたいな、形にすればいいかなというとこですね。ウサギとカメがあるからカメは、出たら撮りたいような気もしてるけど今んとこ遭遇してないね。ウサギ先取りする前の最序盤にはいたかもしれんけど、あーこれもちょっとスキップな。はい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 、あれちょっと信者が3体しか出てない。ここもスキップ。ちょっとシンボル21になっちゃったので、まあ、パール壊すか。オッケー。信者をしっかり4体出していくことが大事。忍者は取らない。ちょっと泥棒を捕まえる手段が欲しいな。ここもスキップ。まあちょっとジャックオランタンがあるからキャンディーね取らないのかよっていう話もあるけど、幼児が取れてないからちょっとなというとこですね。で300払って8スピン後に375。フライパンリサイクル定鉄か。フライパンって感じでもないから定鉄だな。ちょっと一回引き直してみる。あ、ダイバーは取ってもよし。サビタギア、紐付きコイン悩ましいけど、サビタギア信者と相性いいからな。これはピニャータも、ちょっと除去カプセル増やしましょう。除去カプセルゲットして、消せるようにして、ピニャータはね、消しちゃってもいいかもしんない、これだったら。骨壺取りましょう。で、除去アイテムでピニャータはもう消す。ジャックオランタン取ったけど、無駄足だったなといったところですね。これ泥棒倒す手段がないんだけど、泥棒2体飼っておくか。信者だったらなんとか抑え込める気がするんだよね、マイナス2ぐらいだったら。サビタギアの効果で結構信者強いからね。そして、除去アイテムゲットしたけど信者が3体になっちゃった。出てこないの信者なのはやめてほしかったな。他でも良かったんだしょうにっていう。そして泥棒が結構育ってる。そしてたらね、どうしようかな。まあ、ボイドパーティー拾った時に限って全然虚空のなんちゃらも来ないし、その辺は微妙な感じではあるんだが、そしてサビタギアあるのに連結してくれない信者、過度に散ってるね。375払って、8スピン後450ですね。虚空のフルーツは取りましょう。ブラックペッ、いや、ビッグシンボルウォームで信者の追加を狙えるなら狙いたいか。除去アイテムで、8はもういらない気がするな。8消しときましょうか。で、信者を狙ってビッグシンボルボム壊す。あ、まあ、ウサギでもいい。ウサギは足す。ここはスキップ。ここもスキップ。信者は出なかった。で、ウサギ増やした分、8は完全に消しちゃいましょう。花を次ね、いらないから消したいかなというところだが、スピリットと虚空のフルーツが壊れたので、まだ隙間できちゃったねということで、まだもうちょっと、消さずに持っておきますか。っていうかそうか、ダイバーの餌はあってもいいのか。ウサギとカメもあるからカメ取って最悪ダイバーが食っちゃってもいいかみたいなところはあるかもね。怒りを取りましょう。怒りはダイバーの餌として取った。ここはスキップ。ダイバーがなかなか餌に食いつかないね。お、信者おかわりでかい。ちょっとアイテム消せないのがあれですが、さっさとダイバーが怒りを食ってくれれば解決なんだが、食ってくれない。ここはスキップ。あ、オッケー、バッツ潰れた。いいね、いいね。1スピン後に450なので、ちょっと気をつけてと言っても、信じて回すしかないんだけどね。お、でもサビタギア効果でダイバーがじゃない、信者が結構コイン出しましたね。オッケー、450払って、9スピン後に600。オズワルドエッセンスか。いや、まあグリーンペッパーくらいしか使えるものがないか。まあグリーンペッパー、タコの枕、食わせる、フルーツバスケット、X 線マシンよりはギロチン取っといて大富豪処理できるようにしとく感じかな。ほい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 。サビタギア強えな、やっぱ。これ巨大な壺いるかな？信者がしっかり出てきた方がいい気がするから、巨大な壺も取らずに行きましょう。除去アイテムがないからね。オッケーオッケーオッケー。一気に2個あった。ちょっとウサギの系邪魔だな。今ウサギ系出したよね。
コロコロが欲しい。コロコロが欲しい。あれ、ウサギ系出さなかった今。気のせいか。まあでも、いつ毛を出すかわからないので、ちょっとコロコロ欲しいは変わらないですね。プラニーになっただけか、さっき。お、賞金稼ぎ取る。オッケー。これで、泥棒処理。新人の方が捕まりましたね。21、71、一気に、溜まりますね。カニはダイバーの餌で取ろう。泥棒がいなくなった代わりで。ダイバーにしっかり食べさせていく。これはスキップ。さあ、ダイバーカニ食べた。オッケー。ゴーレムマトクラブ、これもスキップですね。で、泥棒処理、オッケー。しかも、サビタギア効果で、10コイン出す、135の支払い、それもでかいですね。亀取りましょう。ウサギと亀が発動するか、ダイバーが食うか、ダイバーが食う方が早かったと。で、600払って、9スピン後に650。蜂の巣か。まあ、金髪の少女からいつでもクマが取れるから、蜂蜜取るのもありなんだけど、ただもう信者が完成しつつあるからいらんな、これ。スキップしましょう。ドワーフの樽。まあ、一応取っとく。ドワーフの樽に関しては、まあ、いらないんだけどね。いらないんだけど、取っちゃったなんか。別の取った方が良かったな、今思うと。まあ、ザロフ将軍とかを拾って、ドワーフをね、虐殺するみたいな動きはできるんだけど、まあ、信者が強いから、それやらないからね、きっと。まあこれもちょっとスキップですね。さあダイバーがクラゲを食う。除去アイテムゲット。これで花も消せるようになったので、さらにね、盤面が広がるなというとこですね。オッケーオッケー。いい感じ。怒り取りましょう。怒りはダイバーの餌食べていく。オッケー。ミルクごめんダイス袋。これもスキップでいいかな。ダイバーの餌以外はもう取らない感じで行きましょう。フグ取りましょう。フグはダイバーの餌。まあ、あとね、ギロチンあるから大富豪は取るなというところですね。これもスキップ。さあ、あとはダイバーが、フグを食べてくれるかどうかですね。650払って、10スピン後に700。あ、ウサギとカメ、エッセンスの方もゲット。ザロフ将軍、本当に来る。でもちょっとこれはいらないっすね。引き直してみたものの、まあ、レア枠で次に欲しいの誰がいるって言ったら、ロビンフットもちょっと違うんだよな。まあ、矢が欲しいな、むしろ。貴婦人か。貴婦人もちょっと違うね。まあ、これは引き直しといてあれだけど、スキップかな。お、幸運の人参。あ、人参強っ！いや、人参はね、ウサギの火力上げるので、かなり強いっすね。タコの枕取りましょう。ウサギが出すコイン3倍ですね。幸運の人参。金の人参は5倍なので、両方取れると15倍になるっていうね。ウサギは結構強いんだよね。それだけでも。さあ、そして、ダイバーがタコの枕も食べた。クマザロフ除去カプセル。まあ、除去カプセル取って、盤面をね、すっきりさせていきましょうというところかな。うん。あとはもう本当に、ダイバーの餌か信者かしか取らないぐらいの構えで、ダイバーの餌でね、もし盤面がなかなか食べてくれなくて埋まるようなら、これもね、エッセンスカプセル。っていうか、ボイドパーティーのエッセンス発動できてないから、コクのフルーツでもいいな。間に合わないかな、でも。まあまあまあ、ボイドパーティー発動させたいので、虚空のフルーツ取っておきましょう。スピリット。まあ一応すぐ消えるから取っといていいか。スピリットが消えるまでの間に新しいダイバーの餌が手に入るようなら、花の方とかを消せばよしという感じですね。花の後は犬かな。そういう順番で、ケミカルは一応取ってもよし。お、すげえ、サビタギア、全連結。50コイン出しますね。ダイバーも強い。そしてこれはちょっとスキップか。ウサギを狙ってみるのもありかな。まあ、クラゲでよし。クラゲはダイバーの餌ですね。食べた、スピリットも消えた、バツも閉じた。オッケー、これでまだ盤面に余裕ある。で、700払って、10スピン後に777ですね。魔法の鍵持っとくか。箱が来ればよしと。で、快適な枕を取る。箱が来なくても別にね、後で、
犬とかも消して余裕があったら、おっと、虚空のフルーツ取る。ボイドパーティーあと2回か。ボイドパーティーあと2回。まあ、サビタギアもあるし、信者が重なる方が嬉しいでは嬉しいんだけどね。オッケーオッケーオッケー。再挑戦カプセルはとってもよしか。引き直しができるから、一応ね、アイテム空白あるから作っておきましょう。ただ、ダイバーの餌の方が欲しい。信者かダイバーの餌かみたいな状態なので、ダイバーの餌を待ちましょう。で、一応魔法の鍵あるから箱が来てもよしだよと。やっぱ信者強いな。全然余裕持って777溜まりきっちゃった。で、バフカプセルは端っこで割れたから、ちょっと微妙でしたね。これもスキップ。サビタギアの信者、5体しかいなくてもこの威力だもんな。まあ一応幸運のカプセル取ろうか。割れていく。さあ、中身は、猛獣使い。あ、ウサギが猛獣扱いだからこれ取ろう。で、枕の効果も発動、777支払って大屋戦突入ですね。これはね、勝ったと思う。さすがに。まあ一応熊のマックスエルエッセンス取る。ダイバーは、取らなくていいかな。引き直しを一応してみよう。スピリットか。もう一回。あ、月いいね。月はめちゃくちゃいい。コロコロもいいね。枕の効果はなかったものの、これだったら月うさぎ、月うさぎ猛獣使いが絡めば、かなり強いよということで、回していってみましょう。いきます。さあ、猛獣使いと月がうさぎに絡んで欲しかったのに猫に絡んでるという、ここはちょっとスキップで OK だね。OK、うさぎ、あ、月、ちょっと待った。魔法の鍵の位置に猛獣使いいて欲しかったなぁ。まあまあまあ、でも十分な火力ある。チーズスペード枯渇、これもスキップですね。オッケー。信者が出すコインがマイナス1か。ちょっと辛いね。しかし、おっと、いいよいいよ。月とウサギと猛獣使い絡んで、そのウサギから出るコインが54。オッケー。これはもう負けないね。はい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 。まあいろいろね、マイナス効果出してきたりしますが、もうシンボルがね、いつもみたいにパンパンじゃないので、ほぼほぼ安定してこの稼ぎができるよということでね、まあサビタギアで信者がどれだけ連結するかぐらいの話しかないので、もう勝ち確かなというとこですね。オッケーオッケー。素晴らしい。しかも月とウサギと猛獣使いがどれだけ絡むかっていう加点要素もあると、いいね。まあこれはスキップで OK だね。フーリガンに、壺を割らせるまでもないといったところ。ほい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 。銅の矢も、まあいらんかな、もうこれだったら。破壊のまじないとかが追加された時だけ気をつけようというところですね。OK。さあ、猛獣使いが、うさぎうさぎ猫と、撫でていく。ケミカルもちょっといらんかな、もう。でもケミカルリーチだったのか。まあ、だったら取ってもよかったんだけど、溢れちゃうからね。よし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 。バフカプセル、まあ、バフカプセルは取ってもいいね。これ、盤面どこで爆発しても強いはずだからね。オッケー。いいよいいよ。ただ、上下が隣接扱いになってないってやつか。まあ、ダイバーが倍になっただけでもかなり、強いみたいではあるけどね。1000払う、1763だから、まあ、枕の効果使ってもいいね。使っちゃいましょう。1000払って、シェフコメディアンか。ちょっと微妙、スキップしましょう。角度計、オッケー。角度計はいいね。あ、しまった。破壊のまじないが加わってたから消しとくべきだった。危ねえ。次消しましょう。オッケー。じゃあ次のスピンをする前に、ちょっと破壊のまじないだけは危ないので除去しておきましょう。破壊のまじないでね、月が壊れた時がチーズが盤面に溢れちゃうので、あまり好ましくないんだよね。
ああ、場合によってはここでフィニッシュかもしれない。行ってみましょう。まあ、組み合わせ次第だね。お、角度計でウサギが全部絡む。しかも、猛獣使いとウサギ接してる。強い。オッケー。ラスト気持ちよかったな。はい、ということで、今回はね、信者とウサギがいい働きをしてくれましたね。ダイバーもね、結構育ってくれたので、その3つの軸でね、なかなか良かったのかなというとこですね。まあ一番安定感のやっぱ信者なのかなと、集まってさえしまえばね。で、ウサギに関しては金の人参引けたのと、月と猛獣使いっていうことでね、上振れ要素が結構あったので良かったんじゃないかなと思います。まあ裏でね、エンドレスモードは回しておいて、またギロチンエッセンスのね、実績解除に、繋げていこうかなと思います。ということで、今回これで終わります。ありがとうございました。よいしょー。